さあ今度は熊本がボールを持って一気にフロントコートへ。石川熊本スーパーがつきます。ここはしっかりと打たせてもらえなかった。ここはロボッツがしっかりとディフェンス、一旦後ろに下げてデイビスが行ったが、ここはポイントを与えない。70対58。あ、ちょっと今水戸市内地震を感じているようです。水戸市内地震を感じているようです。今この実況中継の途中ですが地震情報です。ただいま茨城放送本社の建物が大きく揺れています。大きく今揺れています。大きな地震を感じています。詳しい情報が入り次第お伝えしますが、どうぞ慌てずに行動なさってください。詳しい地震情報後ほどお伝えしますが、ただいま水戸市千波町にある茨城放送の建物が大きく左右に揺れています。どうぞ慌てずに落ち着いて行動なさってください。詳しい情報はまた入り次第お伝えしてまいります。放送本社から地震の情報をお伝えいたしましたが、今この水戸市内にありますアダストリア水戸アリーナも大きな揺れを感じたということで、ゲームが今一旦中断されています。第3クォーター残り時間4分51秒。70対58、茨城ロボッツリードという場面でしたが、このアダストリア水戸アリーナもかなり大きく揺れました。今この天井に吊ってある照明装置なども少し揺れているということで、両チームの選手がちょっと上を見上げておりますが、ゲームが中断されまして、今両チームの選手一旦ベンチに戻っています。ではここで、気象庁発表の地震に関する情報をお伝えします。今日午後6時9分ごろ発生した宮城県沖を震源とするマグニチュード 7.2 と推定される地震で、気象庁は先ほど宮城県に津波注意報を発表しました。津波注意報が発表された沿岸は宮城県です。直ちに津波が来襲すると予想される沿岸は宮城県となっています。この地震による各地の津波到達予想時刻と予想される津波の高さをお知らせします。到達予想時刻は予報区の中で最も早く津波が到達する時刻です。場所によってはこの時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがございます。また津波の高さが予想される津波の高さより高くなる可能性があります。宮城県では津波が到達中と推測されます。予想される津波の高さは1メートルです。海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人は直ちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難をしてください。到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがあります。観測された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないようにしてください。気象庁によりますと、先ほど午後6時9分ごろ、宮城県で震度5強の地震を観測しました。各地の震度は、震度5強が宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部、震度5弱が岩手県沿岸南部、岩手県内、内陸南部、福島県中通り、福島県浜通りとなっています。このほか青森県から長野県で震度4を観測しています。震源が海底の場合、津波が発生する恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。それでは中継に戻ります。
水戸市千波町の茨城放送本社スタジオから地震の情報をお伝えいただきました。6時9分ごろ宮城県を震源とするマグニチュード 7.2 の地震、最大震度が震度5強、水戸市内は震度4という情報が入ってきています。津波注意報が出されています。宮城県に津波注意報が出されていることということですので、どうぞ沿岸部の方避難をするようにしてください。また茨城県内の方もこの時間、海やそれから川の河口などに近づかないように十分ご注意いただきたいと思います。さて、このアダストリア水戸アリーナで行われております茨城ロボッツ対熊本ボルターズのゲームなんですが、大きな揺れの後一旦ゲームが中断されました。そして先ほど、情報をお伝えしている間にゲームが再開されています。第3クォーター残り時間が今4分20秒というところでありまして、72対58と茨城ロボッツがリードをしています。さあゲームは残り時間が4分ほど、熊本が今ボールを取ってペイントエリアの中に入っていく。おっとここでちょっとボールの奪い合いになりました。ジャンプボールシチュエーションになります。平尾選手が非常に足元を入って、ボールを、抑えてきましたね。ポゼッションアローは左を向いていますので、これはそうすると、熊本ボールということになりますか。はい、